ご視聴いただきありがとうございます。東京のヘビです。皆様、メタルギアオンライン3楽しんでいますか？このチャンネルでも昔からメタルギアオンラインやらないんですかと言っていただけることがかなりあったんですが、おそらく皆様もご存知の通り、私は基本的にソロでゲームを楽しんでいますし、何より対人戦が嫌いなんですね。なので昔はたしなむ程度にプレイはしていましたが、実況だけではなくプライベートでもメタルギアオンライン3をプレイすることはあまりありませんでした。ただメタルギアオンライン2、こちらはめちゃくちゃ楽しみましたけどね。メタルギアオンライン3の出来がどうこうではなく、どちらかというと私が対人マルチが苦手になってしまった、それが一番の理由でしょうか。ただメタルギアソリッドデルタ、こちらの発表がされまして、メタルギアソリッド5、こちらのサービスが終了といいますか、オンライン要素が終了するカウントダウンの段階に入ったのかな、私は個人的にそう思いました。ですので最後終了する前に何かやり残したことはないかと考えた時に、やはりメタルギアオンライン3かなと思ったんですね。本編の方はもちろんいつまででも遊べますから、 FOB だったり武器の開発だったり、ここら辺は終了するでしょうけどね。ただメタルギアオンライン3かと考えた時に、いや待てよと、そもそもこのチャンネルの動画は全てヘビクオリティ、ただそのままのゲームをプレイするだけではなく、私が何かを企画して他のチャンネルにはない、このチャンネルでしか見れない、そういった動画を作ってきたじゃないかということで、このメタルギアオンライン3も何か企画してやればいいんだと、そういう思いになりました。ですので今回からこちらメタルギアオンライン3を使って超本格かくれんぼ、こちらの方を楽しんでいきたいと思います。どういった内容かと言いますと、もちろんそのままかくれんぼをします。私ともう一人が鬼から隠れる、どちらの方が完全に隠れる、つまり潜入することができるのか、それを競うといった感じですね。もちろん最後まで一度も見つからなければ完全ステルスなんていうこともあるかもしれません。ないかもしれませんけどね。ルールもとても簡単、シンプルな実況シリーズになっておりますので、皆様にはのんびりご視聴いただければ嬉しいと思っております。それでは行きましょう。はい、それでは今回から超本格かくれんぼメタルギアオンライン3やっていきたいと思います。改めて一緒にやっていただくのはごきょさん、はい、そしてカズベスペリアさん、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それで今回は私とろきょさんが本気でかくれんぼしまして、はい、カズベスペリアさんに鬼として探していただくという形に、ね、はい、なっておりますので、まずは最初の1分間、我々が隠れたいと思います。よろしいですか？はい、いいセンスだ。はい、5、4、3、2、1、じゃあいきまーす。はーい。はーい。とりあえず、東京のヘビさんがこっちに行ったような気がするんだけど。もう始まってたか。もう作戦通りですよ、東京のヘビさん。どこにいるんだ？まあ、なんで私が最初から言葉数が少ないのかっていうのはいろいろと探してください。やばいですね。その言葉を聞いちゃうと、もしかしてあそこら辺なのかなって思っちゃったけどな。いや、心理戦始まってますからね。やばい。そうですよ、今のがね、本当なのかそうなのかっていうね。ちょっと私の感覚だと、カズさんはね、お客さんの方にはいないんじゃないのかなと思って。そうですよね、私もそう思います。なんでかというと、雨の音しか聞こえないからです。うん。お客さん動いてないよね。全く動いてない。ちょっと体半分ぐらい出てるかな。ちょっと微妙な感じ。あれさ、私人によって丸見えなんじゃないのかなって思ってて。マジか。本番収録する前にこのチャンネルにしては珍しくリハーサルをしたんですけれども、うん、そうですね、念入りな、はい、念入りなね。このリハーサルの時にはこのエリアが半分しかなかったんです。そうですね。そう、あ、それでも結構見つけるのが大変だったので、うん、
うん、これが今あのフルエリアになってます、うん、これがどうなるか、あの自分が今言葉数が少なかったらちょっと察してください嘘やばいちょうどキドキしてた今よかったよ。え、嘘。要するにここら辺なんだけど、っていう心理戦かもしれないですからね。そうなんですよね。まあ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 。でしかも我々は見つかったら撃たれなきゃいけないので、そう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 。あのなかなか動いてられないんで、ね。そうですね。撃たれたら負けですからね。え、俺が探すの下手くそなのかな。いや。え、ま、ちょっと待って、ちょっと。ちょっと待って。まさかの鬼側が焦る展開になってる。いやちょっとこれはまずいですよ一回も見つけられないままこれ鬼側の視点も必要だったんじゃないですかそうですね、こいつはまずいな、ちょっと諦めて、面白いぞこれ、また東京のヘビさんあたりを探しに行くか、私さ、そのこっち側からだったらまあさっきみたいに大丈夫なんだけど、反対側から来られたら丸見えなんだよ、ね、おそらく徳さん奇遇ですね、私もそうなんですよ私も反対側から来られるとはもう、あ、もういるじゃんここにみたいな感じなんですね。ちなみに私と東京のヘビさんの心の距離は223メートル離れてますから、ね、ん私の勝ちかな。よかったよかった、ようやく一人目。いや、これまずい、これまずいぞ。ちょっとまずい、まずい位置にちょっとポジション取ったぞ、これ。ちょっと待って。やらかしたかもしれん、このワニカップが出ちゃうんだよな、もうもうそれはあの全てのユーザーの言葉ですね、それはワニカップが出ちゃうんだよな、ワニキャップが出ちゃうからバレるというね、カズさんがさ、どこにいるか全然わからない、まあマップでいうところのさっきの反対側になんですかね、ロケさんの方かだと思うんですけど、ああ怖かった。ああ怖かった。さて今のが本当なのかどうか。ロケさんはね、若干収録のこと考えてね、一回ぐらい見つかっとかないとと思ってるから、おそらく本当ですよ。何そんなこと言うの？ね、そういうこと言うのやめて。そういうこと言ったらやめてって言ってでしょ。急に黙って。たような気がすんだけど気のせいかな。いやちょ、やばい。カズさん。やばい。東京のヘビさん、ここ絶対使ってくださいね、絶対。え、わ、なになに？ああ、そう。視点の問題です。そう、こう視点の問題、ここ絶対使ってほしい。怖い色的に結構近いんじゃないかと思うんだけどな。怖い色的にね。危なかった。いやでもね、そのリハの時にね、私も一応探す側に回ったんですけど、これやっぱね難しいですよ。探すの。そうですよね。だってこんなところにまさかいるとはっていう感じですかね。動いてればすぐ分かるんですけど、止まっちゃうとちょっとね分からない。なんかいつものあれですね。スネークと反対側の敵側の。そうそう視点ってことですね。たまったもんじゃないですね本当にあの人に潜入されるっていうのは本当にだ、本当になの本当におっと私俺が相当下手くそなのか、私のこと見えてないのかなこれ、やばい、まあ、カズベスペリアさんを追い込む企画ではなかった確かにおっ、気がなかった気がつかなかった、見つかったようですよ
よしよかったー、バレてしまったよ、バレてしまった東京ヘビさん。カズさん、東京さんが反対側から出てきましたよって、反対側って言ったら私もいる方じゃないかな、仲良し小良しですからね。ようやく見つけた。いやもうマジで本当にもう超ドキドキした、危なかった。よーし、これでどっちを見つけてもいいってことだな。本当にあー、ロギョさんが走っております。いやもうちょっと待って、それは本当にやめて、それは本当にやめてください。何やってんだよカッパー。カッパとか言わないで。場所が絞れなくなったんで、どこに、後ろ、あのカッパ逃げてるから万引きして見つかった子みたいになって逃げてるから。まさかこんなとこにはね、いない。いや、路上さん全然隠れてないよ。あの人ほふく前進してるからね、今。あーやばいやばい。あーちょっと待って、あーやめて、やめて逃げてるよ、あの人。あれ、どこ行った。あの人ルール違反してるよ、ルール違反。逃げたらダメって言ったのに。あー使った。最後の最後で。 OK。 あー、おのれ、探す方が汗かくとは思わない。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。少しでも面白かった、暇つぶしになった、そう思っていただいた方はチャンネル登録、高評価するかはお任せいたしますので、ぜひとも東京の蛇の動画をもう一本ご視聴いただけると嬉しいです。それでは次回また別の動画でお会いいたしましょう。